いらっしゃいませ。ありがとうございます。危なった。おい、気をつけろ。こいつだ。ああ、ヘルメットの男の話を聞かせろ。いい話を聞かせてくれたら、干し肉でもくれてやら。へっ、至れり尽くせりだな。牢獄がこんなにいい場所だと思ったのは生まれて初めてだ。余計な口を聞くなら取引はなしだ。おっと、素直に言うから頼むぜ。ヘルメットの男はな、今晩なんか釣るらしいぜ。今晩？ああ、ヘルメットの男が手下みたいな野郎ともと話しててよ。目星はついた、あとは今夜やるだけだって言ってたんだよ。目星だと？俺らはよ、盗みに入る家の目星がついたんだと思ったのよ。だから美味しい話に乗っかろうとしたのさ。手伝って分け前でももらおうと話しかけたら、今の話を聞いていたのかなんて言いやがって。後の話は聞いてるかもしれねえが、気がついたら俺の仲間が血の海に沈んでたよ。あの男何をしたのかはわからねえが、急に俺の仲間が爆発しやがった。地獄みたいな光景だったぜ。ケン。ああ、北斗神拳だ。ジャギに間違いないようだな。まあ、今夜は徹夜で警戒だな。お前らも町を探して回るんだろう。ああ、そのつもりだ。とにかく準備と警戒は怠るなよ。どうも狙いがよくわからねえ。ああ、わかっている。
次の。どうぞ。診察終了。アメリカ。
百裂剣。お前はもう死んだ。Oh.
お一つどうかね。
おお、治ったぜ。ありがとうございました。お前、いつまでここにいるつもりだ。おい、待て。先走るな、刑事。ございました。
走れ。うわ、巻いたか。何をするの？行った。待て。うわ。you
し、次はどこ行く？面白いな。今日は誰が勝つのか。見れるんだ。先走るな、ケンシロウ。分かった。いらっしゃいませ。ありがとう。
いらっしゃいませ。あり、やっと仕事が一段落したよ。おい待て、機械も苦手なの。あっ、これは邪気。ケン、どいつが邪気なんだ。わからん。ケンでもわからないのか。ああ、だがこの中に本物の邪気がいるはずだ。おそらく偽物の3人は行方不明になっているエデンの民だ。邪気に似た背格好の男をさらっていた狙いはこれか。しかしなぜ誰も喋らないんだ。喋らないようにジャギから脅されているのか。いや、飛行疲れ、喋れない状態にされているんだろう。いずれにせよむやみに手を出すわけにはいかないな。どうするケン。これから4人に同じ質問をする。それに丸かバツかを動きで答えてもらう。なぜそのようなことを。エデンの民は正直者だ。そしてジャギは必ず嘘をつく。たった一人の嘘つきを見つけられればそれがジャギだ。なるほどな。お前ら正直に答えろよ。よし、ケン、準備が良ければ声をかけてくれ。ケン、準備はいいか。ああ。よし、それじゃあ最初は何を聞くんだ。お前は本物のジャギか。次の質問だ。お前の右隣にいるのは本物のジャギか。少しは絞れてきているのか。よし、次の質問だな。お前は北斗神拳という拳法を知っているか。そろそろ分かってきたか。よし、次の質問だな。お前は拳法の使い手か。これで最後にしよう。何を聞くんだ。お前に弟はいるか。どうだケン、どいつが本物のジャギか分かったか。ああ。よし、それでどいつが本物のジャギなんだ。それはジャギが分かったんだな。ああ。本当か。見ていろ。
違ったようだな。本物のジャギが分かったんだ。ああ、今度こそ本物。見ていろ。貴様が本物のジャギだ。もう大丈夫だ。飛行を解除した。早く逃げるがいい。よくわかったな。そうさ、俺様が本物よ。貴様がアイリをさらった男、ジャギか。そうだ、俺がジャギ様よ。久しぶりだな、ケンシロウ。ジャギ、なぜこの町に来た？お前はバカか？お前を殺すためだろうが。この日が来るのを待ちわびたぜ、ケンシロウ。てめえが俺につけた傷がうずくたびによ、俺の中の憎しみがささやくのさ。お前をぶっ殺せってな。ならばそのささやきも今日まで。俺が貴様に引導を渡してやる。待て、ケン。俺にやらせてくれ。この男だけは自分の手で地獄に叩き落とさないと気が済まん。バーカめ、貴様らは俺様の罠にはまったことにまだ気づかんのか。何？どういうことだ？つまりはこういうことさ。兄さん！お前は足るか。なんと水長剣の霊、てめえの妹が二度も同じ男の手に落ちるとは夢にも思ってなかったようだね。なぜお前らが手を組んでいるんだ？ジャギさんとは利害が一致してね。君が消えてくれればジャギさんと僕は大満足。ジャギさんはすっきり、僕らは簡単にエデンが落とせるってわけ。こいつとは酒場で会って意気投合しちまってよ。実に気のいい野郎だ。お前よりこいつが弟だったらよかったぜ。しかし驚いたよ。まさかジャギさんが君のお兄様だったとはね。そんな人がこちら側についてくれるなんて、やっぱり僕は最高についている男だ。タルーガに今回の話を持ちかけたらすぐ俺の班に乗ってきたよ。レイよ、てめえの妹がいる以上下手に手は出せねえだろ。ジャギ貴様、ほら、どうした？俺を地獄に叩き落とすんだろ。やれるもんならやってみろ。だけどよ、俺に手出したら妹がどうなっちまっても知らねえぜ。ああ、おのれ、人の皮をかぶった悪魔め。レイ、飛行神探中をついた。俺の声がかからねえ限り
てめえは決して動けねえ。ジャギさん、ここじゃ人目につく。そろそろ予定通り。なあ、分かってる。予定通りだろ。いい加減しろ。こいつら兄弟の命は俺たちに預かったぜ。助けたけりゃコロセウムに一人で来い。俺様こそ真の伝承者だってことを思い知らせてやるよ。覚悟してくるがい。じゃあ、案内するわね。
よく来たな、ケンシロウ。ここが貴様の死に場所だ。ジャギ、レイとアイリはどこだ？ちゃんと生かしておいてやるぜ。レイ、アイリ、最高のショーの始まりだね。そうだろう。お前たち、さあジャギさん、パーティーと行こうじゃないか。ケンシロウを血祭りにあげちゃいなよ。まったく愉快な野郎だぜおめえはよ。いいか、そこから一歩も動くなよ。一歩でも動けば人質を切り刻んじまうからな。なぜ人質を取る？どうして己の剣だけで戦おうとしない？うるせえ！憲法が全てじゃねえ。要は勝てばいい。どんな手を使おうがそれが全てなんだよ。いいか、弟に、たかがケンシロウごときに俺様が負けるはずがねえ。兄より優れた弟なぞ存在しねえってことをこの場で証明してやるぜ。俺様の名を言ってみろ。俺は真の北斗神拳伝承者、ジャーギ様だ。
てやる。この凄み、昔のケンシロウではないな。なぜだ、なぜこうまで。俺は今日まで無数の敵の血を流してきた。その友達の血が俺を変えた。もうこうしてやるね。おい、誰が礼をやっつめ。しておいた自分の甘さを後悔している。その悔いをこの場で断つ。うるせえ。今こそ己に北斗神拳の真髄を見せてやる。Huh!
様が剣士郎ごときに終わりだ。ジャギー、待て剣。バカだ、俺の飛行が解けただと。どこに行きやがった。貴様を地獄に叩き落とすと。誰が、誰が俺を助けろ。やだよ、なんで僕があんたを助けなきゃなんないわけ。僕はあんたの弟でもなんでもない。こんな邪魔が入るなんて、あんた運がないね。新しい弟にも見放されたようだな。この俺様が、この今回の一連の騒ぎ、話は全て聞きました。以前のエデンはコロセウムで罪人たちが戦い、その結果で罪を裁定してきました。ですが、これからのエデンは違います。これからエデンの統治者であるキサナの名のもとに、あなたたちの罪を
新たなる法に基づき裁きを下します。凶王軍の者たちよ、ジャギという無法者の悪巧みに乗り罪なきアイリさんを誘拐した行為は万死に値する卑劣なものですが、あなた方には生きてもらいます。生きて凶王のもとへと帰り、こう伝えてください。エデンは信仰には屈しない、だが共に生きる道も捨てないと。本気かよ貴様。やっぱり僕はついてる。てめえ、ついてるとかそんなんじゃねえだろ。貴様の恩情を何だと思って。いいのです、ジャグレ。でもよ、スフィアシティの力が欲しいのなら奪うのではなく、共に正しく分け合う道を模索してもらいたい。それがエデンの代表である私の思いです。一見落着だな。これで俺もこの町を離れられる。行くのか。ああ、ジャギをこの手で始末できたからな。故郷に戻ってアイリと静かに暮らそうと思う。そうか。お前には世話になった。どこかでまた会おう。ああ、いい面構えになりおったわ。名代。